具体的な対策を取ったというふうに考えております。今回の G7 では国際金融資本市場の強い緊張状態が続く中、新興国を含め思いますが、中川大臣はどのような発言をされたのかということと、今回 WTO のラミーさんがいらっしゃっていると思いますが、WTO の代表としてどのような発言があったのかをお聞かせください。以上です。各国が自国の取っている政策を説明しましたけれども、一つ一つ その国の政策についてコメントがあるということでは必ずしもありません。日本銀行は CP の改例をすでに行ってますし、それから社債の改例について今検討を行っているわけですけれども、ご存知の通りアメリカは CP の改例すでに行ってますし、それから今月は MBS 政府の藤田と申します。先ほども中川大臣はこうした政策措置は適切であるという評価であったというふうに思います。必ずしもその日本銀行というふうに特定しているわけではありませんけれども、そうした評価であったというふうに思います。日銀の決定された金利はというように見えるんですけれども、ただ円高水準というのは、そちらの朝日新聞の安川です。